はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、えー、10名さんですね。13秒です。はい、四国香港市場大荒れでございます。はい、87%の株が下落ということですね。はい、一時期90%もということです。はい、えー、今日ですね。今日は、あのー、広大のね、集団のね、正式な 契約違反の日になっております。はい。高台からマンションを買った人は悲惨ですね。はい。えー、買った家がね、えー、完成しないばかりでなく、えー、完成しなくても、まあ、いい、あの、自分入るからっていうこともできなくなってしまいます。なぜなら、建設途中のマンションはね、銀行に、低等に取られてしまうので、 えー、何の保証もなくなってしまいます。はい。そして、えー、大変な、になってるのはそれだけではありません。広大関連のね、建設会社の作業員ですね。これにもね、給料払えなくなってしまってるんですよね。なんか今、あの、責任者が逃げちゃってるみたいですね。困ったもんです。そして、マンションの建設に関してね、契約していた、こう、資材とかね、 マンションの設計士に対しても、お、給料が払えなくなっているということです。はい。えー、そして一番ひどい面にあっているのが、広大の社員の人たちですね。はい。広大の社員の多くが、なんか自社株を買っているらしいんですよ。それがなんか給料のね、半分以上、自社株買ってる人もいるらしくって、これが全部紙くずになってしまいますね。はい。えー、3分36秒です。 はい。C 国のね、全体の債務です。すごいことになってます。これ表に出てきてる分なので、実際はもうちょっとあるかもしれませんね。はい。えー、全 C, C 国の GDP の350%になってます。これがあ C 国の債務です。はい。そして4分11秒。C 国の国債ですね。多分もう払うことができ、 できないんじゃないかと言われています。えー、国債ですね。国債のあのね、あのー、利子ですね。えー、皆さんにお渡しする利子が多分は、払えないんじゃないかというお話になっています。はい。そして、医薬になる可能性が大きくなっているということですね。まあ、払えなければ医薬ですからね。はい。えー、そして、よ5分の9秒ですね。アメ国のね、ナスダックです。はい。アメ国のナス。 ナスダック。はい。下げてますね。下げてます。はい。下げていって、ちょっとだけ回復してますね。はい。今後どうなるかということです。はい。5分の25秒。アメ国の逆買い戻しがね、えー、1.24トリリオンドルという、非常な過去最高になっております。はい。か、逆買い戻しです。アメリカ連銀のね。はい。大変なことになっております。 そして、な、7分の4秒ですね。アフワフガーンでね、銀行の、あれが起こりました。はい。そして、取り付け騒ぎが起きていて、銀行前にはこうして、広、人がね、こう座ってますね。はい。こういうことが今起きてます。アフワフガーンでね。そして、7分40秒、7分40秒です。はい。ウェルファーゴ銀行ですね。はい。7月ですね。 えー、この銀行なんですけど、7月にね、個人ローンがね、停止してしまいました。はい。ペイパルも停止しましたね。で、ペイパルやね、このウェルファーゴで、なぜこのようなことが起きたのかということです。はい。それは、あ昨日でしたか、おとといでしたか、アメ国のね、あの、国債の支払い準備金がね、えー、ありません。どうか、あのー、ね、えー、 どう、どうにかしてくださいってね、えー、手紙がありましたよね。で、えー、あの手紙の中で、えー、あっちからこっちから、え書、ー、き集めていますっていうことを言ってましたけど、その書き集めのためですね。はい。はい。アメ国国債の支払い準備金の補填のためということですね。はい。えー、これがね、アメ国国債の支払いができないと、お、もうね、 えー、ジエンドですかね、そこで。はい。そういうことで信用がなくなります。そういうことですね。はい、8分52秒です。はい、アメ国の逆買い戻しですね。はい、この国際支払いのね、準備金の補填のためな、だったんじゃないかということが出ています。はい、そういうことなんですよね。 なぜね、今、こう、レンギンのね、逆回戻しがこんな状況なのかということです。はい。もうね、えー、それはね、もう上限をこれ以上変えることができなくなっているからなんですよね。つまりは、あ闇のイルミなんちゃらが、もう上限をこれ以上上に変えて、えー、操作をすることができなくなっているということなんですよ。はい。なので、もうね、 え、闇イルミなんちゃらは、これ以上も金融をコントロールすることが不可能になってしまっているということです。はい。そういうことなんですよ。そしてね、え、トラさんチームが、ああ、どうしてね、えー、資産のある人たちがね、え、現物を購入してくださいと言っていたのか、そしてすべての人に、 備蓄を進めてきたのかっていうのがこの辺の理由です。はい。えー、混乱が起きるということですね。まあ、しょうがないですね。ここら辺は。はい。そしてね、まあでもいいことと、いい、いいこととしてはね、その闇のイルミなんちゃらがね、えー、このままね、上限を引き上げて、えー、一般市民にそれを、あのー、負担を,をのかぶせてきて、えー、金、なんていうのかな。 これ以上、こう、奴隷になるという、そういうどの霊になるということがね、えー、できなくなっているということです。そういうことなんですよね。だから、まあ、言うなればね、トラちゃんのね、戻りがもうそろそろあるんじゃないかなって考えてもいいということですね。はい、16分38秒です。はい、えー、今のね、 米ドルの量を見てください。はい。流通している米ドルの量です。はい。これぐらいなのに、すごい、すごい数字が出てますね。これぐらいなのに、物価の上昇は少しで済んでいます。はい。どうしてでしょうか。本当だったらね、こんなに、まあ、あるんだったらね、ものすごいインフレになっててもおかしくないんですよ。はい。これはね、えー、実はあ、トラチームのコントロールがあるということなんですね。 はい。トラちゃんにはね、感謝しないといけないですね。本当にこういう面では。えー、実は運送費ですね。アメ国内の運送費が100倍になっているんですよ。はい。それなのに物価の上昇率は多くて10%程度になっています。はい。なので、ここら辺のね、コントロールっていうのはトラさんチームがね、私たちにこう、生き残る ことのね、生活を考えていてくれているっていうことなんですよね。なので、こう、必ずしもね、悪いことにはなっておりません。なので、私たちは明るく過ごしましょうということです。つまりね、今から、あの、もしね、こう、金のね、有うのね、そういうものがあ、なんちゃらがね、やってきたとしても、多分、物価にはね、ええー、まあ、 多少は上がるかもしれませんけど、それほどひどいことにはならない可能性が大きくなっています。はい。これはトラちゃんのコントロールのおかげです。はい。そういうことです。今日のお住名さんは以上でございます。はい。えー、それでは皆さんね、また、明日ですね。えー、ちなみにこれですね。これは、あやっぱ今年ですね、私が塗ったもので、バスルームですね、これ。 はい。お風呂が見えてますね。はい。えー、こうですね。はい。でちょっとカラフルにしました。ああこうしました。はい。それではね、皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでした